本日は皆様に殺し合いをしていただきます。私は市民です。いやでも確かに占い師なのかな。絶対的に平和主義だから。実は私が占い師なんですけど。人狼でした。人狼ですね。本当にわかんない。これ何誰か来たで。ダメ。何だろうこれ。こんにちは、でんちゃんです。本日はでんちゃんの館へお越しいただきありがとうございます。早速ではありますが、本日は皆様に殺し合いをしていただきます。怖い。と、その前に今回のゲームのルールを説明するので、耳の穴をかっぽじってよく聞いてください。まず、何も知らない9人にしていただくのは人狼ゲームです。この人狼ゲームはランダムでゲーム中の役職が振り分けられます。9人中7人が村人、そして2人が人狼です。村人は人狼が誰だか分かりませんが、人狼はお互いを認識して村人を襲撃することができます。この人狼ゲームの進行は昼と夜のターンがあり、昼のターンで行うのは人狼が誰かを話し合う追放会議です。人狼をあぶり出し、多数決で1人を追放します。ところが、この追放された人物が必ずしも人狼とは限らないのです。そして夜のターンでは人狼が村人を食べてしまう怖い時間が始まります。ただし、この人狼の襲撃に対抗できる特別な役職の人がいます。一つ目は占い師です。占い師は夜のターンに気になった人を人狼か人狼じゃないか占うことができます。二人目は騎士です。騎士は夜のターン守りたいプレイヤーを一人守ることができます。頑張って人狼からみんなを守ってください。この2名の他にも特別な役職のプレイヤーがいて、人狼ゲームを盛り上げます。それが狂人と霊能者です。霊能者は昼に追放された人が人狼かどうか見ることができる役職です。狂人は村人のくせに人狼サイドに魂を売った悪いやつです。こいつを早く駆除した方がいい。これに人狼と村人を足して合計9人で今日はゲームをしていただきます。最後に勝利条件です。人狼と狂人は人狼と村人が同じ人数以下になれば勝ち、村人は人狼を絶滅させれば勝ちになります。一体誰が狼で嘘をついているのか。真剣人狼バトルゲームスタートです。今手元にある手紙の中には殺し合いの役割が書いてあるので、すぐに確認してください。ほんとだ、めっちゃしっかりついてる。はい、見るのガチじゃん。あー入ってある。なるほど、他の人に見せたらダメですよ。なるほどな。恐ろしい夜が
やってきました。全員人狼に怯えながらおやすみなさい。この中に怖い人狼が2人紛れ込んでいます。今からみんなで話し合いをして人狼を炙り出してください。それでは議論スタート。はい。まあこの村には預言者というか占い師、霊媒師、狂人、騎士、人狼が2人です。で市民が3人、名もない市民が3人、まあ、騎士以外は出てきてもいいかもしれない。あれ、占い師の人占い師の人って霊媒師と占い師気になります。占い師だけでいいけどね。そうなん、どっちかかな。どっちか、確かに。あれこそは、占い師と霊媒師だったら多分占い師が死んじゃったら、万が一噛まれたら多分困るから、霊媒師の人の方が先に名乗ってもらった方がいいんじゃないですか。だって先に噛まれたら、騎士が守れる。騎士が守れるの。守れるじゃあ守れます。一日は、騎士って一人しかいないんですよね。騎士は一人、でもどっちかが、じゃあ一旦名乗り出たら一旦は騎士が守ってくれる。一人だけって感じです。とりあえずこの夜は騎士がないってことですよね。はい、霊媒師、霊能力、霊媒師です。ありがとうございます。騎士さん、誰かお守りください。はい、もう刺されるのみなんで。でも今は何もまだ分かんないんで、もう雰囲気だけでもいいから、誰が人間っぽいとか誰が怪しいとかって言えれば、今日は霊媒師以外の人から処刑して結果を見てもらうが一番いいかなとは思う。確かに。じゃあめちゃめちゃざっくりな話なんですけど、私はちょっと表情的な面で今村さんを怪しんでます。今はでもそんなに強い意味じゃなくて、みんなの顔を見た時に一番誰が緊張してるかなって思った時に、強いて言えばぐらいです。なんかピュアそうですよね、すごい。顔に出ちゃうタイプそうな。今村さんは誰かこの人怪しいなとか思う人、もう表情だけでいい。顔がなんか緊張してそうだなとか思う人はいますか？残り4分です。私なんか、なんだろう。なんとなく、リノさん。意地悪そうな顔してんのかな。悪そうな。意地悪なの？意地悪かもよ。でも奥の黒ずくめ2人もなんか黒ずくめ2人もちょっと絶対的に平和主義だから。あ、平和主義。本当に私は市民ですよ。嘘つけない性格だから。だからこそちょっと気になっちゃいますね、その緊張してる感じが。そう、人見知りなんだけど。ああ、怖い。気になる人いますか？いやでも確かに全体を見てて、なんか喋らないなって。まあ私もずっと見てるだけだったんで。そういう印象で言うんだったらすごいこじつけなんですけど、だから心理学とかわかんないけど、足組んでる人とかって緊張してるって聞いたことあるかなって。あ、私か。そう組んでなかった今。でもそれぐらいしか材料がない。あ、でも心理学のゲームだった。あ、そっか。心を読むためのゲーム。合ってるか分かんない。そういう考察はいいと思う。手もじもじしてたりとか、落ち着きないなとか。へぇ、言われた瞬間いきなり背筋が分かんないな。そんな疑ったけど変わらないから、そんなに関係なさそう。吉永さん。私、でもなんかみひなさんは、はい、わかんないけど、あ、でもすごい声出しちゃった。占い師なのかなって一瞬思ったりもしたけど、どうなんだろう。占い師
占い師だと思ったら、やだ、カメラ外れ。残り1分です。普通に一般市民でした。りのちゃんは気になる人はいますか？でも、最初から気になってたのは、今村さん。みんな、なんか集中しすぎた、私。最初に、私も思っちゃったから、なんか、そっから広げようがなかったな、みたいなのが。こうなっちゃってる、流れが。こうなっちゃった上で、まだ今でも、今村さんを疑ってる？いや、そこがちょっとわかんないです。人見知りって言われたら、なんかそんな気も。ちなみに私が振ってしまったけど、今は別にそんな疑ってないです。でもなんか、今村さんが、なんかどうどうってみんなに振ってくれてるの見たら、こう、すごい状況を理解してくれてるんだろうなって思ったんで、いなくなっちゃうとちょっと怖いなっていうのはありますね。残して。投票の時間になりました。議論を終了してください。それでは、本日処刑する方を決める投票に入ります。今回、投票には特別にこちらを使用します。それでは今回、こちらを使って投票していきます。なお、投票の際には発言権はありません。投票先が決まった方から、怪しいと思う方にこちらを渡してください。無言で受け取らなきゃいけないシステム。投票の結果、本日は今村さんが処刑されることになりました。では今村さん、最後に遺言をどうぞ。後悔してる。そこだったんだ。なんでそんなみんな休むのかわかんない。悲しい。再び恐ろしい夜がやってきました。全員目をつぶり、人狼に怯えながらおやすみなさい。おはようございます。朝になると白石さんが不安な姿で発見されました。思わなかったの。やっぱうまい。
てやろうと思ってたのにもうすぐ殺されちゃったんでちょっと悔しかったので次は頑張ります。それでは2度目の議論を行って人狼を炙り出してください。死んだ、亡くなった方言って大丈夫ですか？市民でした。うん、占い師ってここでカミングアウトした方がいいと思います。私占い師です。で、他にいますか？他にいますか？占い師、自称占い師、自称占い師、実は私が占い師なんですけど、まあ、リノさんを占って、あの人狼だったので初日、白崎は2人とも私は、あれです。塩川さんです。塩川、あ、私が人間です。人間って知ってる、初日。初日、初日塩川さんで、骨格白。2日目が、はい、ゆうきさんが白です。はい、じゃあ、塩川さんが今、絶対に人間の人。うん、絶対に誰目線でも絶対に人間の人。2人占い師がいて、その2人の占い師が塩川さんが人間だって言ってるので絶対に人間です。市民です。市民か分からない、役職は分からないけど人狼ではない人。で、占い師2人の中にどっちか偽物がいてっていう感じで、今私が人狼って言われてる、うん、人狼って言われてる。そう、亮さんのことを人狼と見ました。そう、小春目線で人狼が1人、霊媒師がもう確定で人間が2人いなくなっているから、全体目線で星中さんか、三雛さんの中に一郎もしくは私ですね。うん、でも私は奈緒さんは人間だと思ってて、それは私はだから初日の議論で、なんだろう、こう言い方ちょっと失礼かもしれないですけど、乗っかるような意見しかなかったなってリノさん思ってて、で私最初疑ってしまったんですけど途中から辞めるって言って、で辞めるって言った次の発言で辞めるって言ったので、結局乗っかる行動しかしてないからに人狼っぽいなって思って占ってっていう意見と全く一緒の投票してると思ってるから、ゆうきさんまでが、あ、奈緒さんまでが人間だと思ってます。ただ狂人が生きてるかわからない状況の今、今日占い師に手をかける以外の選択肢がおそらくないです。ないです。なので占い師のどちらか2人に投票した方がいいと思っていて、私は昨日結果死んでしまった今村さんが人間だったこと、ただそこに投票した先が1人噛まれていることから、私個人としては、ゆうきりのさんが本物かなと思っている。で、ちなみになんで2日目ゆきさんを占ったか、あ、まあ、わかるよね、今投票し疑ってるし、ね、投票して投票されたっていうのもあるし、そのなんていうんですか、そこに至る経緯がどう思う、ゆきりのちゃんはっていう風に振ってもらった時に、私の中でうわやべえなってちょっと思ったんですよ。で、しかもそこの答えに対して投票してきたっていう風に思ったんで、あ、ここで私死んだら終わっちゃうって思っちゃって、占い師をカミングアウトしたいなって思ったんですよ。いや、でも占い師として死にそうな人に投票するわってると思うから。そうだね、私は行動として占い師だと序盤に票は持たないかなとちょっと思っているから、私はリノさんは本物かなと思っている。それぞれ本物だと思って偽物だと思っている占い師に投票したらいいかなと思っています。うんうんうん、そう思う。私と言い分としては単純に投票してて議論者から怪しんでた人から占おうと思ってたし、私は正直わからないのもあった、そこまで強い意志じゃなかったし、同等に私星中さんも怪しんでたから序盤に行っちゃったって感じかな。うん、私は明確にリノちゃんをかばいたいです。占い師なのであれば全体の2票目を持たないと思っているから、自分の誰が死ぬかわからない投票理由がない状態で前半票を持たないと思っているから、占い師はリノさんかなって思っている。でもそれもあるかもしれないんですけど、それが私のポリシーであり、それが私の預言者というか占い師のやり方です。ちょっと難しい考え直したんですけど、少なくともどっちかが悪い人の可能性があるってことですね。そうです、どっちかが悪い人でってなると、今なこう合ってるって言ってる、ここが2人かもしれないし、浅井さんと誰かかもしれないしってことで我々は考えればいいですか？そう、リノちゃんか浅井小春のどっちかに悪い人が必ずいて、塩川さんが絶対に人間で、そう、三雛さん、私、
千中さんかの3人の中にリッタ。それでは投票の時間になりました。議論を終了してください。それでは投票に入ります。浅井さんが処刑されることになりました。浅井さん、最後に遺言をどうぞ。いやー、初めてこんなに電話をもらったことを、なんか絶対忘れないんですけど、この日を。まあ、多分議論中に言った通り、シンプルに、歌、私は人間だと思っていたので、投票した先を占った結果、人狼だと見ました。私が、じゃあ人狼だったら構わないかなって思っちゃう。まあ、これはもうね、自称になっちゃうからあれなんですけど、あ、分かりやすく言っとくと、まあ、星岡さんはちょっと違かったんですけど、星岡さん以外に人狼がいたとしたら、完全に身内切りされてます。星岡さん以外からは、私が投票もらってるので、だから全員考えた方がいいですよっていうことは伝えときます。ありがとうございました。誰も語りに出なかったので、やっちまったなっていうあれだったんですけど、ちょっと面白くなったらいいなと思って出ちゃいました。もうちょっとうまくやればよかったなって反省してます。ありがとうございました。それでも再び恐ろしい夜はやってきます。全員人狼の襲撃に怯えながら目をつぶり、おやすみなさい。おはようございます。朝になると塩川さんが無残な姿で発見されました。初めて人狼やったんですけど、すごく楽しかったです。なんかもっとプロの方のような感じでいろいろやっていくと、生活とかにもすごい優しそうだなって思いました。それでは今から3回目の議論を行ってください。とりあえず結果をここ、結果は人狼でした。あ、うん、だよね。そうなんだ。りのちゃんの占い先は星中さん、白面でした。白でした。だから私の中ではみひなさんなんですよね。核になっちゃってる。私の中ではみひなさんが人狼になってる。みのちゃんが本物だった場合にとはるんとみひなさんが人狼で、みひんとみひなさん目線で言うと、りのちゃん、りのちゃんと長澤さんかなが、人害っていうことになるから、うん、どっちか。そういうことは中澤さんが偽物っていうことになるから。あ、そういうことか。みひなさん目線で、そうだね。みひなさん目線でりのちゃんが偽物だから、こはるんが本物になるから、その場合こはるんが人狼ではないから、みひなさん目線では長澤さんが偽物の霊媒師、人狼か狂人かは分からない
ああ、狂人がいる、うん、だとした場合に、だとした場合に、はい、霊媒師だった可能性があるのは今村さんか白石さんだけど、今村さんが何も言わずに死んでいるから白石さんが霊媒師だった あ, 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 あ確かにその可能性があるのか、最初死んでる可能性があるんだ、ああなるほどね、待って本当に分かんないちょっと待って今村さんが最初に死んでるもんね、そうか、ってなると どっちかってことですよね、私的には。みんなさ目線では2人とも偽物です。あ、そっか。2人とも偽物で、ここ2人が人狼ですね。ここに狂人の可能性はないですか？ここに狂人がいた場合、ここに狂人がいた場合、もうみひなさんは負けです。釣られたところだもんね。だから、今村さんが人狼じゃない限り、今村さんが人狼じゃない限り予言霊媒が両方人狼になる、今村さんが人そうだね、精進だった場合、今村さんが人外じゃない限り美奈さんは現状負けってことになるかな、はい、あ、じゃあ私はこうするしかないです、だってかな、そういうことですね、ああそういうことか、じゃなきゃ負けちゃうから、だから今日の投票先はおそらくりのちゃんか美奈さんの2択どっちかです、うん、になる絶対、でも下手したらそれで決まるってことですか、そう、でもさっき私に電話を渡してきたからから占ったんですよ、でもりのちゃん目線では、ここみちゃんは人間だから、そうそうそう、けどそれは合ってます、そうそうそう、りのちゃん目線ではみひなちゃんを処刑することによりしかないんですよ、私ゲームが終了する、うん、私の中では、信頼させるためにそうしたって可能性もあるってことですね、本当にわかんない、でも私は市民なんで、だから私は信用できるってことですよね、占いで、うん、白って出てるのがここ書くで、うん、私の中であるから、うん、嘘もつけるし本当のことも言えるんですよね、一応言える、だからわざと村人の人の信用を得るためにあなた白ですよねって言ってることも実際、うん、あ, そっか、ありえるありえる、可能性は全然あります、私的にはもう完全に黒ってことなんで、そっか、そういうことですよね、はい、そう言うしかないですすいません、どうしても分かんなくて怖かったら、今日は進行としてはりのちゃん処刑だけど、りのちゃんを信じられるのであれば、みひなさん処刑ってことかな、どっちでもいい、そうですよね、どっちでもいい、だって明日見てくれたら分かることだから、うん、ってことか、うん、そうだね、もしりなちゃんを今日処刑した場合、私かここみちゃんどっちかが噛まれる、うんうん、投票の時間になりました、議論を終了してください、それでは投票に入ります、投票先が決まった方から電話をお渡しください、すいませんこっちかな、本日はみひなさんが処刑されることになりました、それでは最後に遺言をどうぞ、なんかちょっとテンション上がりますねいやでももう怖いパンパカパーン、もう村に人狼は残っていません、というわけで村人人間の勝利、じゃないです、ただのただの趣味です、え、私もただの趣味です、すごい、やった占い師じゃない、占い師じゃない、ですよね、ですよねすごい、やったやった、嬉しい、本当によかったねって、うん、そうだよね、なるほど、あ、じゃあ本当に今村さんはただの趣味です、ただの趣味です、おー
でも他のところでミスってたらやばかったですよね。違うところを釣ってだってしてたらやばそうですよね。狂人とか残ってたらやばかったですよね、うん、きっと。でも噛んでってる空気感がなかったなかった気がする。あとコハルンがちょっと失言をちょっと出現してて、あ、人狼だってなったから、狂人が死、うん、出てこれなかった、狂人が死んじゃってるんだろうなっていう、独断場だ、ゆうきさんの独断場だ。なんか占ったって断言したけど、途中で何やったと思ったみたいな。あ、いや、最後に。